はいどうもこんにちは山本隆生と申しますマフマフさんを占っていきたいなと思います、えー、マフマフさんなんですけどまあ、めちゃくちゃすごい方ですよねこの方ね <laughs> あのもうね曲凄いし編曲とかもして作詞作曲詞もすごいし世界観もあるし声質めっちゃ綺麗だしっていうね本当あこういう人は天才って言うんだろうなと思いながら、まあ、まあそんなちょっとマフマフさんの謎をですねまあ、占いという観点でちょっと、まあ、解き明かしていこうかななんて思います内容は えー、マフマさんの、まあ、性格とか才能、まあ、おこがましいんですけどね僕なんか <laughs> こんなに見るなんて、はいまああ,まあ、あくまでもやるのは占いでしかないなんですけどね、はい、であと、まあ、今までとそして今後どうなるかっていうので、ね、占った結果をちょっと言っていきたいなと思いますということでやっていきたいなと思うんですけども、まあ、占うにあたりまして、えー、私が作ったオリジナルの鑑定プログラムというのを使って占っていきます今この画面に表示されているものですね あのこれを言わないとこの画面は一体何なんだとなっちゃいますので一応毎回言ってますえちなみに今この動画をご覧のあなたもですねまあこの動画でやっているように同じように占うことができますえ概要欄にこのリンクがありますのでまあこちらクリックしていただけましたらもうかなり安い値段であの使えますので是非ご利用くださいあの例えばあの自分の人生の流れとか知りたくないですかあの自分のの性格の 性格ととかか才能とかそういういの興味ないですかそのあとねその晩年危険な時期とかねあの危険な時期が結構当たるんで,なでそういうのがいろいろね分かったりしますまあこの動画見ていただけたらね大体どんな感じなのかっていうのは分かると思うんではいあのまあ最後までよかったらあのご覧くださいはいえということでじゃあまふまふさんを占っていきますでえこれがですねまあ まふまふさんを占った結果なんですけどもまあ皆さんが使うプログラム上にはこちら表示されませんあくまでもこの動画の撮影用に表示させるだけなんですけどもいやあのー、いやさすがだなとかもうねいやーすごいっすよ <laughs> めっちゃすごいっすよこの人はいえっ、ー、と、まあ、こまあこんな感じで性格とかね仕事とか恋愛結婚とかね危険な時期とかここねまず最初はここ見てほしいんですよ皆さんで家庭環境とかね人生の流れとかまあこういろいろ分かるんですけどえー、じゃあちょっと 事前にあの占ったた結果ををままとめたのを表示させで社立目っていうのは、まあ、見た目は,にはまあ柔らかい雰囲気雰囲気は柔らかい方なんですけどもで、えー、仕事熱心強い個性で自分にも他人にも厳しく逆境に陥っても弱音を吐くことなく地道な努力を積み重ねると言われているのが、まあ、社立目の特徴なんですよ。 でえーまあ、小泉純一郎さんだったりとか、まあ、あの宇野美作さんだったりとかラリーページグーグルですねあのアルファベットっていう会社の、まあ、ラリーページさんとかですね社立目で,です、はい、でまあまふまふさんを占ってみてやっぱり全体のバランスがいいですもう成功者の並び,並び、えー、地位名・地位財産・名誉を得ます でえー、見た目は上品で落ち着いた感じに見えるが中身は情熱的で男らしい方なんじゃないかなというふうに、えー、占ってて思いました、えー、人情があって面倒見もよく優しい、えー、知性教養あり親または祖父母が、まあ、商売をされてビジネスされてる方なのかなと思うんですけどまあかまたはですね、まあ、すごくいい家柄の生まれのように思うんですけども実際どうなんでしょうかちょっと、えー、そういったあの曲とかは私聞いたことあるんですけどそういうパーソナルの部分に関しては実は全くちょっと知らないので 一応占ってた結果だとこんな感じででまあそのなんだろうな全体的に見てみるとやっぱりニューアサやわら,柔らかさです雰囲気のやわらかさとまた別で、まあ、ワイルドさ中身のワイルドさそして品の良さを併せ持っててあとねあの女性だと人気アイドルみたいな感じですねあのハロプロなんかはこのチャンネルだとよく占ハロプロのメンバーを占ったりするんですけどやっぱりそれに結構近いというか あの女性のなんか人気アイドルのような感じですねであの色気カリスマ性があって人気実力を得るもうねさすが人気アーティストだなと思いましたねあのー、すごいですねこの方ははいうんいやすごいはいはいすごいですねはいあの自分の自分っていうものをちゃんと持ってるしあのー、うんなんだろうなまあ あとこやっぱ磨けば光り輝く宝石のような人っていうかこういう人はもうね本当にもに磨いて磨いてぶわってこう誰よりも光り輝くタイプのダイヤモンドみたいな人ですねはい、うん、天才とそう犯罪者にもね多かったりするんですけどでもいやこの並びだとねないなはい犯罪者にも多いが、まあ、天才と呼ばれるような突出した才能や結果を出す人に多いとはい、うん、やっぱり地道な努力ねもう、うん、情熱の人、うん、情熱なんですよ、うん アウトローでで行動的ですねこのタイプは成功しやすいと頭脳明晰で芸術芸能の才能ありと家庭もよい面倒見行く人望があるとうんあ,あそうあのうんそうですねはいあのやっぱり品があるというかその何て,て言うのかなあの教員とか研究者とかあの知性とか教養のあと技術ですね要するに仕事に就く人が結構まあ多いですねうん優しいし、うん、女性アイドルみたいな、ね、芸能人とか うん、異性にモテるやっぱこうアイドル性というか人を引きつけるタレントというかこう、うん、やっぱ見た目がねいい人がまずこれを持ってますねはい、うん、社会的知恵名誉、うん、でこの、えー、牢屋に入るっていうあの要素があるんですよで「あえ捕まるの?」と思いっきや違うんですよねあのなんだろうな引きこもりとかにもあったりとかするんですけどあの、ね、売れてるタレントさんで 外に出られないとかねそういう人とかあとやっぱり多分ねこういう方あの、まあ、基本クリエイターだと思うので音楽,あの、まあ、音楽家というかなので、まあ、ずっとやっぱ作業されてるからもう外にはあんま出ないで家でこうやっぱずっと作業されてたりとかねあと、まあ、まあ仕事の、まあ、そういうだからさっき言ったような仕事の都合であったりとか子育てとかであの家から出れないとかねそういう人にもまああったりしますね、うん、やっぱカリスマ性と実力と。 ね、もうなんか素晴らしいんですよね持ってるものがうんで危険な時期がうんこういう感じでえ2021年2032年とかですねはいでまあ皆さんも見るときここ見てほしいですねあのー、このタイミングで引っ越しとか結婚しちゃダメですよあの結果的にうまくいかないと言われてるんであのー、あとの家買ったりとかねでここはなるべく避けてください皆さん はい、もし自分で自分の見るときはねあとはこう病気とかけが、うん、でここは、えー、病みやすい時期病気を発症しやすい時期ここは揉めやすい時期ですねまあ芸能人とかだとこことここであのー、なんだろうな「文春」とか「フライデー」とか結構あの大きいスキャンダルがあったりしますけど、はい、まあでも松本、ま、さんはまあアーティストなんでねあのー、はい。 ラッキー,カラー、まあ、白系ですね白銀これで自分自分の体をつとか心を強める色ですで、えー、人生の流れうんこんな感じでこうあのー、なんだろうな多分今ぐらいちょもともと持ってるものが強いからやっぱこれぐらいでバランスよくなるのかもしれない、うん、徐々に上がっていく感じですね晩年までね家庭環境やっぱりあそうですね事業家の生まれっていうこう出てるんですけどまあ あのふ見るポイント2つあってちょっと相反する要素あり,ありますねこっちはとあの家を早く離れるとか継がない合わない、うん、父と縁が薄いっていうふうに出てますねうんなんだろう教要素と基地の要素と2つありますねこ、うん、っちはあの事業家の生まれとか親の財を継ぐとか出てますねうんでまあこれを1年ごとに占ったものなんですけども、まあ、こんな感じで皆さんも自分の 1年ごと占ったの、あのー、見ていただけたらいいなと思うんですけど、まあ、見るポイントとしてはこの炎マークとかがもうとにかくやばい年ですね、あのーえー、ここであんま動いちゃだめですね要注意マークもそうですねに、えー、と夫婦だったら離婚しやすかったりしますっていうような感じなんですけどじゃあまふまふさんのは一体どうなのかっていうと、まあそまあ、実はまとめたのを表示させます。年、えー、年から10年っていうのは まあ人前に出出るるフラグが出てるんですねなので、まあ、この辺くらいから徐々にこうなんか人気が出てきたのかなっていう感じがしますね。2 0 1 4年からズワーンとこう徐々に徐々にこう出てくる、あのー、売れてくるというかで芸能人だとここで売れたりデビューするっていうサインなんですよね。っていうかまあその前の10年がちょっとすごかったんですけど何かあったのかなっていうかちょっと強すぎたのかなちょっと分かんないないいか悪いかちょっと何とも言えませんが人間関係でもしかしたら揉めたのかもしれない分かんないですねちょっと何とも。 ちょっと言えません。えー、でまあちょっと話戻,す戻しますけど2014年から10年であの、まあ、人前に出るフラッグがあってで仕事もお金も人間関係もここからいい時期なんですね。でこの流れはもうしばらく続きます。はい、で202122年は、まあ、体調面が、えー、とても心配です。2022年は怪我したり手術するようなサインで精神的にもしんどいと思うので、まあ、行動的な方だとは思うんですけども お休みはしっかり取られた方がいいいように思いますねこの時期ちょっと体調面あの危ないよっていうサインが出てますで2024年からも体調面良くなさそうなのでちょっとうんそこですね、えー、他は今とそんなに変わらず安定してやっぱコツコツと活動されていくのかなというふうに裏ってて思いましたはいうんそうですねやっぱこここっからちょっと。 健,健康面で要注意な時期に10年に入ってくるんですよね2024年からねこっからちょっとうん怖いなーっていう感じですけどまあそれまではうんそうここあの書いてる書いてるとやっぱ社交的になり人前に出る機会が増えるんですねうん経済的に恵まれてる変化があるとはいまあやっぱちょっとやっ,ぱやっぱりその 活動面というよりかはやっぱ体調面がちょっと占った感じだとちょっと不安かなというのがまあ占った結果としては出てますね。はいということで、えー、マフマフさんを占ってみました、まあ、このような感じであの今この動画をご覧のあなたも、えーとですね、自分の人生の流れとかあの性格とかねあの何が向いているのかとかそういうのがいろいろ分かったりしますので、えー、この動画の概要欄にリンクがありますのでこちらクリックしていただけましたらあの鑑定プログラム あの使えますんで、よかったら使ってみてください。あと、あのこれからもあのいろんな方を占っていきたいなと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、まふまふさんを占ってみるでした。ありがとうございました。